今日はダがカバーしたというところ、この辺がやっぱりチーム力、試合的にも5対3のところはありませんからね。さて、何回目さあどうか、これは途中から先発にも回ってね、おっと殺災という東尾監督の方あるんでしょうね、はいはい、そうですね、若いですね、三振が取れるということがあるんですかね。サフルカウント、わあ真ん中平たびこの状況でいつもはどっかと腰を据えている野村監督が立ち上がっている。また走った、はい、はい、今度は走らない、あーっとピッチャーライナー。さあマルティネスは形になっています。現在10打数1安打ですかね、はい、おっとインサイド出します。ホージー、おーこれはヒットじゃないかな、ね、あーボール、ちょっと今日4番のフランコにキャリアンということになってます。あ、まあ、それほどその、まあ、変化球にね、ストライカーとね振ってるのはね、低めにスライダー、ん今度はまっすぐ行くはいらないというところでしょうか。ああ振ってしまいました、8つ目の三。見事なスライスターズを常に支えてきた正捕手です。牛込さん、はい、横ということですね、21本のホームランが出ていますが、昨日今日まださらみです。豪快なスイング、外いっぱい150、2エンド2からストレート打ち返した、ライトの前一郎前進、一郎前進取りました、ガルシアパーラ飛び出している、一郎が一塁へダブルプレー、今度は乾いた音を残した、左中間を破りました、入りました、それが歓声に変わります。すごいスイングですが一歩も動きませんでした。1点のリード、1回の1点と松中のホームランによる1点だけで2点に抑えています。おっと中もう1回フォークボールですか。